皆さんこんにちは、パクサレンです。本日やってきておりますのは日本一の門前町、善光寺の門前町であります長野県は長野市 JR 東日本長野駅です。で今回はですね、この長野から東京に帰るんですけども、皆さん長野から東京への移動手段というと何を思い浮かべますか？まあ、大体の人はね、ここから北陸新幹線に乗って東京まで最速1時間と20分とか、まあそれぐらいなんかで帰れちゃうんですけども、まあでもね、今回は新幹線では帰りません。新幹線はね、行きこの長野に来るときに使いましたけども、新幹線は、駅ネット特ダネ35っていう、2週間前までに購入するとね、定価の 35% 引きで新幹線に乗れるんですが、それを使っても朝間号で大体5200円ということになっております。まあ、やっぱりどうしても5000円は超えてしまうというところで、この新幹線の対抗策としてね、運行されておりますのが、長野から池袋や新宿など東京の副都心へ向かう高速バスです。この長野県というのは結構高速バスの運行が盛んなところでして、長野以外でも飯山とか松本とか、あとは飯田、駒ヶ根、伊那など県内さまざまなところからさまざまな町へ、まあ、特に行き先は名古屋と東京、新宿が多いんですが、まあ、これらの町からいろいろなところへ高速バスが運転されています。でそしてこの長野からも東京方面へ1日に、ね、何本も高速バスが運転されているんですが、今回はそんな新幹線の対抗馬、基本的にはアルビコ交通とそれから京王の2社が運行しているんですけれども、長野東京間の高速バスをご紹介します。よろしくお願いします。こちら側は長野駅の、まあ、正面口ですよね。2015年に新しくリニューアルされました善光寺口と呼ばれるようなところ、この善光寺口を発車している路線バスに関しては、ここのね、もう駅出てすぐのところにあるロータリーから出発しているんですが、高速バスに関してはこの駅前の、これ長野大通りという大きい通りなんですけども、これの反対側、こっちですね、こっち側にこの7番乗り場というバス乗り場があるんですけれども、ここから基本的に高速バスは出発することになっています。新宿、名古屋、京都、大阪、USJ、東京ディズニーリゾート、成田空港などなど様々な方面へ高速バスが運行されていますが、長野駅善光寺口から出発する高速バスに関しては基本的にここから出ることになっています。まあ、地元の人にとってはね、お前どこだよここという感じかもしれませんけれども、まあ馴染み深いのはね、もうこの長野駅のペデストリアンデッキから直結してドンキホーテがもうすぐ目の前のところにありますんで、このドンキホーテの建物の目の前といえば分かりやすいんじゃないでしょうか。このバス停のすぐ横のところにはアルビコ交通の案内所があって、この中でバスを待つこともできます。ちょうど僕が目を離している一瞬の隙にバスが来たんですけども、これですね、前面のところちょっと見にくいですけども、新宿から長野善光寺と書いてありますが、これが今回ご紹介します京王の特急新宿行きの高速バスです。後ろはあれは今ちょうど新宿から来たバスなのかな、多分そうですよね。この新宿行きのバスは善光寺大門から出発してきておりまして、そこからね、この長野駅、それから長野バスターミナルなどを経由して、そして高速道路に乗り新宿を目指すという運びになっています。うちのチャンネルで京王のバスを紹介するのはもしかしたら初かもしれませんが、結構ね、新宿にいるとこの京王のバスをよく見かけます。白いボディに茶色とそれから赤いラインが入っていて、京王ハイウェイエクスプレス、特に中央道とか走ってるとね、この京王のバスを見かけることが多いです。うちのチャンネルでは以前、鹿島神宮からね、東京駅まで鹿島号っていう JR バスをご紹介しましたけど、このバスはね、それとは違って名前はついてません。なんかね、そよ風号とか名前ついてもいいと思うんですけどね。運転手さんに切符を見せて車内へ。今回は高速バス .com、 違う、ハイウェイバス .com か、ハイウェイバス .com っていう高速バスの予約サイトがあるんですが、そこから予約しました。車内の座席はこんな感じになっていて、まあ、僕はね、今回は2列掛けの方を選んだんですけれども、こういうね、落ち着いた色調の座席が使われています。結構これ座り心地良かったですね。2列プラス1列となっていて、もう本当にね、新幹線のグリーン車みたいな感じでした。新幹線のグリーン車よりはしたらあれですけど、まあ、在来線特急のグリーン車ぐらいのね、設備は個人的に備えてると思います。さあ、時刻は14時ちょうどになりました。京王高速バスのバスタ新宿行きは時刻通り長野駅の7番乗り場を出発していきます。この先、川中島古戦場跡など様々ね、長野市内に点在しているバス停を経由した後、長野インターから長野自動車道、上信越自動車道、そして関越自動車道を経由して練馬、さらにそこから一般道を通って新宿へ向かうという感じになっています。座席はね、こんな感じで、リクライニングはまあまあ倒れます。それからね、これテーブルなんですけれども、テーブルは、これインアームテーブル。今回は最前列を使ってますからね。それから前の座席のところに足を突っ込めるようになっていますが、最前列はこのようにくぼみがあって、そこに足を突っ込めるようになっています。あとはやっぱりね、こういう長距離移動には欠かせないコンセント。やっぱ USB ポータブルじゃなくてコンセントっていうのは個人的にはちょっと評価が高いですね。そしてさらにバスは進みまして、長野バスターミナルに到着。
長野市内で運行されているバスはね、結構この長野バスターミナルに発着するものっていうのも多くいます。長野駅とそれからこの長野バスターミナル、この2つが多いかな。長野バスターミナルには駐車場が併設されてますから、ここまで車でやってきて、そして駐車場に車を止めて、ここからバスに乗り換えるなんていうこともできます。ちょっとこの車両がね、この3列シートの車両がどうかはちょっとよくわからないんですが、この京王バスのはじめとして日本では結構夜行バスの運転が盛んです。まあ、そういった時に備えてね、やはりこのような Wi-Fi の設備は必須でしょう。特に長野東京っていうとビジネス需要とかも結構特に高速バスは、まあ、担っていることもあると思いますから、まあ一番は新幹線でしょうけど、この高速バスで移動する需要っていうのもなくはないと思うから、こういう Wi-Fi の設備っていうのは結構重宝されるんですよね。バスは今西側を渡っています。西側は千曲川の支流となっておりまして、この先のところで千曲川と合流することになっています。奥に見えておりますのは、多分あの辺はね、志賀高原とかその辺の山々になるんじゃないかなと思います。西側はさらに上流へ進んでいくと、篠ノ井線の田沢駅のあたりで奈良井川とそれから梓川にさらに二分されます。あのあたりでは結構川幅狭いんですけど、もうこのあたりになるとなんか多摩川と遜色ないぐらいの川幅になってますね。結構広いと思いますよこれ。で、さらにその先で、今度まだ別の川、こちらが千曲川ですね。千曲川を渡ります。で、この千曲川は埼玉、山梨、長野の3県の県境にそびえ立っております、拳ヶ岳という山があるんですけど、そこを源流とし、全長367キロ、新潟駅の近くでね、日本海に注いでいる、皆さんもご存知、日本一長い川です。この先のところでね、ちょうどさっき渡っておりました、西川と合流し、さらにね、大きな川となって、そのまま、十日町とか、まあ、それから長岡とか、あの辺を流れ、最終的には越後平野をまっすぐ貫いて、そして日本海に注ぐ川となっています。長野駅を出発してからしばらくの間はずっと一般道だったんですが、ここからいよいよ高速に乗り込みます。長野インターチェンジね。まあ、長野市の大半の地域には、この長野インターが最寄りのインターチェンジとなります。まあ、一部、須坂長野東インターっていう、また別の一つお隣にありますインターチェンジから行った方が近い地域もあります。料金所を通過して、左へ行くと上越方面、まあ、引いては長野、富山へ通じる道。そして右へ行くと松本、上田方面、引いては東京や大阪、名古屋方面へ通じる道です。ちょうど多分新宿とか池袋から来たやつだと思いますけども、ミラーバスがね、この長野インターで高速道路を降りようとしていましたね。料金所を通って、ここの部分なんていうかちょっとよくわからないんですけど、ここを通って本線に合流します。奥に見えております白く雪をかぶった山々は北アルプスこと飛騨山脈、日本アルプスの一つを形成する山々となっていて、僕もね、立山に一度登ったことがあったんですけれども、でもそれ以来だな。実はこの長野市からでも、北アルプスの山々を見ることができます。今日はね、結構気温高くて、もうなんか20度ぐらいまで気温いってたんじゃないかな。結構ね、もう4月にしては暑い日だったんですが、それでもね、この長野エリアっていうのは空気が澄んでおりますので、遠く離れ北アルプスのね、その雪をかぶった山々を眺めることができました。そしてバスはこちら高速ジャンクションに差し掛かります。この高速ジャンクションは上信越道が長野道から分岐するというちょっと変わった構造となっています。これまっすぐ行った方がなんか上信越道っぽいんですけど、実はですね、この分岐していく方が上信越道、このまままっすぐ行くと、まあ岡谷とか松本、塩尻方面の、こちらが長野自動車道ということになります。まあ鉄道でいうところの篠ノ井線に当たるのがあの長野自動車道、そしてそこから分岐していくこちらが上信越自動車道、まあ鉄道でいうところの北陸新幹線、それから現在の信濃鉄道旧信越本線に当たるのがこの上信越道です。長野自動車道の方が先にこの長野には到達していましたので、後からできた上信越道の方が、まあ、こっちの方がね本線であるはずなのに、こっちの方が分岐するというちょっと変わった構造になっています。さあ、そしてここからね、いよいよ長野道と分岐しまして、上信越道の旅、まあ、さっきから上信越道の旅でしたけど、長野盆地を抜けて、そして東京方面へと走りいたします。この高速道路上でもね、何箇所か停車があります。ここは確か八代のバス停だったかな。お客さんが待っているのが見えます。時々ね、こんな感じで高速道路を走っていると、このようにバス停があって、そこでお客さんが待っていることがあるんですけど、こういう設備はこういった高速バスのためにあるものなんですよね。ここは上信越道八代というバス停、信濃鉄道線の八代駅からはちょっと離れていますが、まあ歩けない距離ではありません。ただちょっと遠いので、まあ、天気が悪い時とかは普通に中野駅からバス乗った方が早いと思います。さらにバスは進みまして、千曲川榊というバス停を出発。この千曲川榊が長野川最後のバス停となっていて、ここを出発するともう次は休憩を除いて練馬駅まで止まりません。 ETC カード OK と書いてあります。
今出発した千曲川坂木バス停は千曲川坂木パーキングエリアに併設されています。だからそのパーキングエリアに停めてる時に ETC カードを抜く人がいるから、だからそれのね注意喚起としてあのようなことが書いてあるんでしょうね。さあ本線に復帰しました。今の千曲川坂木パーキングエリアが中野川では最後の停車するバス停ということになっています。さらにバスはねこんな感じで上信越道を進んでいきます。なんか前方にね青信号がついてますけども、これはトンネル用の信号機です。今から入るこのトンネルは太郎山トンネルといって、全長は約 4200m ほどと結構長いんですが、もしこのトンネルの中で事故や火災など万が一のことが発生した時に、それを知らない車たちがどんどんトンネルの中に入ってきて、そして被害が拡大するのを防ぐために、もしねこのトンネルの中で万が一のことがあったら、あの信号機が赤をつけて、そして車がどんどん中に入っていかないようにするんだそうです。さてバスは上田市に入ってきました。人口は確か16万人ぐらいいたと思いますけども、長野市、松本市に次いで長野県内では3番目の人口を誇る長野県内の主要都市。今渡っているこの橋は上田ローマン橋といいまして、古代ローマの水道橋に形が似ているからということで、それにもすごい安直ですけどね、それになぞらえてこの名前が付けられたんだそうです。まあ、あとはロマンとそれからローマをかけてるとか何とかいろいろ噂はありますが、まあ、本当のところどうなのかっていうのはよくわかりません。ちなみにこのね画面の右側完全に見切れちゃってますけども、この右側に上田の市街地が広がっています。さあバスはさらに東京方面へと進みまして、今通過しようとしております、こちらは東武湯の丸サービスエリア。だいたいこの辺りが長野県の東御市っていうのかな、東にね、それから五階町の五って書いて、まあ分かりにくいと思いますけど、確か東御市だったかな。この東武湯の丸サービスエリアはね結構上信越道では主要なサービスエリアとなっておりまして、ガソリンスタンドもあるし、それから大型トラックもね結構な台数止めることができて、かなりね大規模なサービスエリアとして結構この上信越道を使っている人の中では、まあ知らない人はいないと言われるようなサービスエリアです。さらにバスは進んできまして、いよいよ佐久とか小諸とかそういったところ、佐久平に入ってきました。ここでね佐久小諸ジャンクションというのが出てきましたけども、ここで分岐していくのが中部横断道、佐久小諸インターチェンジから八ヶ岳の東側を通って中央道とクロス、さらにその先静岡方面までつながっている高速道路となります。さあバスはなおも佐久市内を走行しています。この画面の右側一瞬だけ今ねちらっと佐久調整中学校と書いてありますけども、ここにあるのが佐久調整中学校、高等学校、駅伝や高校野球の強豪校ですが、こんなね高速道路のすぐそばにあったんですね。名前は知らなかったけど、立地こんなところだとは知りませんでした。バスはねまだまだ佐久平の中を走行していますが、今画面の正面に見えておりますのが県下信濃の国にも出てくる春日山の浅間山。なんでここでねちょっとズームしなかったんだろうって感じなんですけど、すいませんねこんなちょっと遠くからの方で申し訳ありません。さてバスはねここでいよいよこれチェーンの着脱場ですよね。長野は雪も降りますから、特に冬季にはここでチェーンの着脱を行う車も多いんですが、ここで八風山トンネルというのに入ります。そしてもうねここから先もう長野の景色を見ることはありません。このトンネルを抜けると、はい、もうここはね群馬県です。今ねちょうど八風山トンネルを抜けて長野県から群馬県に入ったところ、佐久平からね一気に群馬県に入ってきました。あれ軽井沢はどこに行ったんだというふうに思われる方もいるかもしれませんが、実はこの上信越自動車道はなんと軽井沢を全するということになっているんですね。群馬長野県境にあります碓氷峠、この碓氷峠は鉄道だけではなくこの高速道路にとっても非常に難所でした。まあ鉄道はね 66.75mm とかいうととんでもないねスケールの急勾配を頑張って登ったり降りたりしていたわけですけれども、高速道路もねこんな感じでもう一気にね佐久平からこの軽井沢、そして横川に向かって急勾配を駆け下りていきます。わかりますかねこれ、今坂を降りてるんですけど、わかんないよな、ちょっと難しいですよね。こんな感じでね佐久平から一気に軽井沢を無視して、そしてこの碓氷峠を少しでもね緩やかな勾配にして抜けていくことで、なんとかねこのような比較的緩い勾配になっているんだそうです。まあこれでも高速道路の勾配の中では結構きつい方だと思いますけどね。こんな感じ、やはりねそれでもやっぱり碓氷峠はきついということで、高速道路にしては珍しくこの辺りは結構ね急カーブが連続している区間、上信越道はねこの辺りが一番事故起きやすいんだそうです。だから皆さんも上信越道を運転するときは気をつけましょうね。鉄道だとね北陸新幹線はなんとか軽井沢を経由して、さらに大きく北側に迂回することでなんとか山を越えていますが、まあ、しかし高速道路の場合は軽井沢を完全にスルーして、そしてねもう佐久平から何度も言いますけども、長いトンネルで一気に碓氷峠を越えて、そして横川それから松井田の方へ降りていくわけです。ちょうどこの辺りでは見えますかね、これちょうどその旧信越本線の廃線跡がこのように見えてるわけなんですけれども、ここね昔は特急浅間とかが走ってたわけですよ多分ね。これこの急勾配越えていくのかと、すごい大変ですよね。さあバスはいよいよねその群馬県の
ここら辺は多分安中市になると思うんですが、群馬県に入ってきたということで、長野を出発してから2時間とちょっと、ようやく初めての休憩です。横川サービスエリアに到着。横川サービスエリアはね、高崎方面からこの上信越道に入って最初のサービスエリアということで、結構規模も大きめ。こんな感じでね、この駐車することができるスペースもかなり広く取られています。バスはもうちょっとこの先のところに止まるらしいんですが、どこら辺かな。結構ね、大型トラックもたくさん止まっています。木材を積んだトラックもいますね。これは多分基礎ヒノキとかを積んでるのかな、ちょっとよくわかりませんが、この横川サービスエリアがね、結構面白いところだったんで、まあ皆さんに軽くねご紹介したいと思います。鉄道マニアの人からしたらね、なんで高速道路のサービスエリアなんてどうせトイレとそれから飯屋があるぐらいだろうみたいに思われるかもしれませんけど、結構ね鉄道マニアでも楽しめるような要素がちょこちょこありましたんで、今回はねそれを軽く皆さんにご紹介したいと思います。さあということで、群馬県に入ってきまして、横川サービスエリアです。横川っていうとね、もう我々鉄道オタクにとっては薄い峠の基地でありました横川駅なんですけども、実はですね、その薄い峠越え、鉄道のね薄い峠越えをこの横川でやっていましたので、この横川サービスエリアでもちょっとねそういう鉄道要素を感じることができます。これね、高速道路のサービスエリアで有名な荻野屋の峠の釜飯っていうほか、それからこれは入っていいのかな、湯田中から急行滋賀号っていうのがね、国鉄線に直通して上野まで昔運転されてたんですが、それで使ってると多分キハ58だと思いますけど、それのモックアップがこんな感じで置かれていて、おすごいすごい、結構リアルだな。そうですね、キハ5857かのモックアップがあって、普通に多分座席とかは本物なのかな、多分テーブルはね違うと思いますけど、でも座席は多分これおそらく当時使っていたものと同じものが使われていると思いますので、これに座って峠の釜飯を食べて当時の雰囲気を感じるなんていうこともできます。もう群馬県関東に入ってますんで、売られているものも上州牛とか焼きまんじゅうとかね、あとそれから玉こんにゃくとか、こういう群馬県の名物のねグルメがこういう風に屋台で売られています。だからこういうね高速道路グルメってこういうのいいですよね。横川サービスエリアを過ぎて、いよいよ関東平野へと入ってきました。今正面に見えておりますのは縄文三山の一つ榛名山で、真ん中榛名駅がねそれに名前を留めています。そして今度見えておりますこっちの山は、これはね榛名山ではありません、赤城山。赤城山はね結構好きなんですよね。高崎線とかそれから上越新幹線に乗っていると見える山で、うちのチャンネルでも散々ご紹介してきた山なんですが、こうやって高速道路から見るのは実は今回が初めてです。まああんまりね、関越道とか上信越道って使わないですからね。いや、この間新潟行く時バス乗りましたけど、でもあの時夜夜中だったんで、まあ、もし仮に起きていたとしても見れません。でさあバスは、ね、さらに進みまして、藤岡のパーキングエリアインターチェンジを過ぎます。これを過ぎるともう間もなく上信越道の旅も終わり、そこから先は関越道に入りますが、おちょうどいいところに来てくれましたね。北陸新幹線、多分白鷹号かな浅間号かな、わかりませんけど、このように北陸新幹線の列車も見ることができます。まあ上越新幹線かもしれませんけどね、上越新幹線も北陸新幹線もそんなに本数多くないのでちょっと期待しなかったんですけど、まさかねこんなところで見られるとは思いませんでした。さあバスはねさらに進みまして、ちょっと消毒液がすごいさっきからブルブル震えてるんですけども、このね今3車線あるうちの左側の1車線が関越道の新潟方面、そして右側の2車線が関越道の東京方面となります。ここで分岐しまして、そして新潟方面とそれから東京方面が分岐することになります。まああとなんか宇都宮の方にも行けるらしいですね。ここでいよいよね分岐をしまして、そしてここからね今度上をまたいでいるのは多分これは新潟方面から長野方面に向かう関越道の上り線から上信越道の下り線に入るものだと思いますけども、ここでこのように大きく右のカーブを描いて、そしてこの先でねいよいよ関越道に入るわけです。上信越道の旅はここまで、ここが確か藤岡ジャンクションと言ったと思いますが、この藤岡ジャンクションからもう何度も言ってますけども関越自動車道に入ります。関越自動車道は東京の練馬から長岡、新潟県の長岡までを結んでいる高速道路で、今通過しておりますのは渋滞情報のラジオでその名前を聞くことも多い上里サービスエリア。上里ってどこだよという感じの人もいるかもしれませんが、ここは埼玉県の上里町、 JR 高崎線の神保原駅もねこの上里町内にありますので、まあ、大体高崎線でいうところの神保原とか本庄とかそのあたりを現在走行中だと思っていただければまあ分かりやすいのかなと思います。ちょうどこの画面の左側の方を高崎線が走っています。
そしてまたなんか前方にはね見覚えのある高架橋が現れましたけども、さっき関越道に合流する前、上信越道の藤岡のねパッキングエリアのあたりで見ましたが、今度またね上越新幹線の高架橋とここでもう一度クロスします。さっきねくぐったばっかりなのにもう一回くぐるのかと、もう一回、まあ、さっきね上りが行きましたから今度下りが来てくれないかなとちょっと粘ってみるんですが、あーでも来なさそうだな。この辺りがね、大体本庄小玉インターの近くとなっておりまして、まあ本庄市、それから小玉町、高崎線の本庄駅とか、それから新幹線の本庄早稲田、あとは八高線の小玉駅の近くということになります。ちょっと来なさそうですね。下りの新幹線を今期待してはいるんですけど、ちょっと見られなさそう。さらに関越道を登りまして、川越や、それから坂戸も過ぎまして、今ちょうどね、正面に見えておりますのが武蔵野線の高架橋。この辺りでね、一瞬だけ東京都の清瀬市に入ります。この辺りだけね、あ、ちょうど来ましたね、武蔵野線。この辺りだけね、ちょうど一瞬、東京都に入るんですけども、ここからまたもう一度、今度、所沢だったかな。また埼玉県に逆戻りという格好になります。さっき武蔵野線とクロスしたあたりは東京都清瀬市だったんですが、このあたりに来るとね、今度は埼玉県の新座市に入ります。横落ちですにずらーっとね、もうあれ一品通さないというレベルのすごい厳重な料金所が現れましたが、これが関越自動車道の新座料金所。これを過ぎるとね、基本的にはもうあと、こういうね、料金所があるインターチェンジというのはなくなります。不正通行対策、カメラ作動中。通行料は8,390円。結構ね、今日はお客さんが多く乗っていて、まあ、コロナもね、結構落ち着いてきていて、緊急事態宣言とか、それからマンボウも出てませんから、その関係でお客さんがたくさん乗っていたのかもしれません。大体ね、僕含めて15、6人ぐらい乗ってたかな。でさ、新座料金所を過ぎまして、今さらにね、また分岐が出てきましたけども、ここが大泉ジャンクションで東京外環自動車道へと繋がっています。東京外環自動車道に乗り換えるとさらにね、東北道とか常磐道とかそういった高速道路に繋がっていて、東京都心部の渋滞を避けて他の高速道路へと乗り換えることができる結構便利な道路だと思います。さあ、そしてその、東京外環道への分岐も終わりまして、まもなくこの関越自動車道も終わり、他のね、東京から地方に向かって伸びていく高速道路、例えば東名高速、常磐道、東北道など、あと中央道もそうですね、そういった道路はね、みんな、始まりのところで首都高速に接続しているんですが、この関越道に関しては、この練馬インターのところで他の首都高速に接続しているということはなく、もう何もなかったかのように、このように一般道に出てきます。優しさが走るこの街、この道路、このように目白通りが出てきました。ここから先は終点のバスタ新宿までずっと一般道を走っていくことになります。他のね、中央道とかそれから東名高速を走る高速バスっていうのは、もう東京駅とかそれからバスタ新宿を出発してすぐにもう首都高に乗って、そのままね、首都高から高速道路に乗り換えるということをやるんですが、しかしこの関越道経由、新潟とかそれから長野方面に向かう高速道路に関しては、このようにね、東京近辺で結構長い距離この一般道下道を走っていきます。今ちょうど地下鉄副都心線か有楽町線か分かりませんが、電車が行きましたけども、前を通っておりますこの高架橋は西武池袋線、前方の青看板にも目白、中落合、鷺宮など、なんかね、東京の見慣れた地名が踊っております。東京に帰ってきたなという感じがしますよね。この西武池袋線の高架橋が一番それを感じさせますけど、バスはね、東京側最初の停留所練馬駅前に到着、よりにもよってパチンコ屋の手前に止まってますけども、このように練馬駅前に到着です。ここでね、降りて、多分ね、ここから電車に乗り換えて池袋、さらにそこから JR に乗って新宿まで行った方が、多分ね、早いと思いますよ。途中さらに中野坂上駅も通過しまして、そしていよいよね、バスは新宿に到着。このね、今通っております、この道路が有名な甲州街道国道20号で、この両側に広がっているのが JR 新宿駅です。画面の左側の方に行くと、JR 新宿駅南口や、それから京王線、小田急線の改札、右側に進むと、新宿駅の甲州街道改札などに繋がります。そして甲州街道改札の真上にありますのが、今ちょうど京王のバスとそれから小湊鉄道のバスですね、出てきましたけども、この甲州街道改札の真上にありますのがバスタ新宿です。バスタ新宿はそれまで新宿駅の周辺に散らばっていた高速バス乗り場を一箇所に集約するために計画されたバスターミナルで、 JR 東日本それから国土交通省などが連携して作られました。前に止まっているのは御殿場プレミアムアウトレット、東名高速道路を走ってきたバスですね。バスタ新宿行きと書いてあります。多分これは小田急系列のバス会社が走らせてるやつだと思うんですけども、どっかに書いてないかな。あ、 JR バスなんとかって書いてますけど、 JR バス系列だったみたいですね。ここで右折しまして、そしてね、タクシーとそれから、
まあ、一般車入場禁止って書いてますけど、タクシーとそれから高速バスしか入ることができない、こちらバスと新宿の到着です。大体ね、この段階で、20分ぐらいちょっと遅れてしまってはいたんですけど、まあ別に問題ありません。高速バスっていうのはそもそも遅れるもんですからね。皆さん多分急いでないで、多分安さを重視してこのバス乗ってると思うんで、そんな別に多少遅れたからといってなんで遅れてるんだみたいな運転手さんに詰め寄るお客さんは誰一人いませんでした。中野駅を出発してから約3時間と少々で終点のバスタ新宿に到着です。ということで終点のバスタ新宿に到着です。本当だったらね、17時41分着予定ということだったんですが、途中ね道路状況があまり良くなかったということで、ただいまの時刻18時6分25分遅れての到着となりました。で今回はね北陸新幹線の対抗馬高速バスをね中の東京間で利用してまいりましたけれども、やっぱりね新幹線が2週間前までの予約 35% 引きの駅伝と特ダネで5200円なのに対し、この高速バスの方はね当日購入でも今回3700円とかなのかな、まあ、僕はちょっと2週間ぐらい前に予約したんですけれども、でもねやっぱり新幹線と比べると格段に安いので、そんなにね急いでいない人にとってはこの高速バスっていうのは、まあ、改めてすごく魅力的な交通手段なんだなということが分かりました。皆さんもぜひね長野東京間、まあ、それから東京とね長野県内各地移動する際にはこの高速バスの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。今回はね長野東京間での移動でしたが、他にも松本それから飯田とかね伊那とか駒ヶ根とか、そういった長野県内各地から東京それから名古屋方面へも高速バスが運行されておりますので、ぜひご利用になってみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。